桜井さん、現在の桜島の様子どんなふうになっているでしょうか。はい、私の後ろに見えているのが桜島です。この時間も小規模な噴火が起きているんでしょうか。島全体が白く見えます。そして火山灰はこの時間も鹿児島市方面に流れていることがよくわかります。と言いますと、桜井さん、昨日から今朝にかけての桜島の活動としては小規模な噴火が続いているという状況なんですね。はい、昨日の夕方に5000年